皆さん、こんにちは。ベニッシュの佐藤ですで。今日は論点を頭に叩き込めというテーマでお話をしたいと思っております。えっ、ー、と、論点問題、どうでしょうかね。えっ、ー、と、旧試験はよく出たわけですね。で最近の試験だと商標ですかね。聞いてる点ってね。意識して勉強しているでしょうか。通常入門講座でやってればいいんですけどね。やっていないになるならば、これは頭に叩き込むとかないと、多分論文って解けないと思うんですね。 でもちろん、論文式試験って予見できないですよ。何が出るかって。でも、事前準備として、やっとく事項ってあるわけですよ。でいくつかね。一つは、まず定義の趣旨。これは暗記できますよね。ただ、これだけではもちろんダメなわけですね。あと、論点問題。これって、ただひたき込んでおけば、すぐ解けますからね。で、これはたまにたたき込んでおいて、本番の、本番望んでやっていくわけです。で、これはポイントになるんですけども、これやってるかっていう点ですね。 やらないから多分時間がなくって書けないんですよ。焦るんですよね。最低限これをやって覗いてもらいたいと思ってるんです。じゃあ、どうやって論点って理解していくんでしょうかまた、論点って一体何でしょうかこれね、聞くと結構分かれるんですね。いろんな見解に。法文系だったらこれ分かると思うんですよ。意見をする人に聞くと、大体は結論だって言うんだけど、これ論点では全くないので、お間違いないようにね。 結論点ってこういうものを言います。考え方が分かれるところですね。でも法律って暗記なんでしょって人がいるわけですよ。ちゃんと要件が書いてあって、こうが書いてあるんだから別に分かれるところはないんじゃないっていう人がいるわけですね。そうしたら我々、専門家って不要ではないですかそこはね、そうではないんですよ。ある文言について説が分かれるってことがあるわけだね。じゃあなんで説って分かれるんでしょうか日本の法制って政治でしょ 要件の効果に分かれていてていいちゃんんと書いてあるんじ,ゃないですかじゃあ、なんで説って割れるんでしょうかね。いくつかポイントというか、分かれるところってあるわけですね。まず一つ目。うん、これ、定義が明確に書いていないんですよ。定義ね。例えば、商品とは一体何ですか衣装の物品とは一体何でしょうか定義書いていないでしょ時代によって概念変わるってこともあるわけですね。例えば、産業上利用の 産業っていう概念ね。これ昔は生産業だと教えられました。我々。でも今概念違うでしょ。時代によって変わってくるからってことがあるわけですよ。定義が書いてあれば、これはないわけですね。だから論点ってまず生じるわけです。一つ目。あと二つ目ですね。要件書いてあるんだけど、効果はないってことがあるわけですよ。効果は書いていない。例えばですね、そうね、73条のところかな。 共有関係になっています。特許がね。で、同意がないと、ライセンスってやってはいけませんと書いてあるわけですよ。じゃあ、同意なくって、やってしまった場合って、ライセンスは一体どうなるんでしょうかね。これ書いていないでしょで、そうなると、これ説分かれますよね。有効か無効かって言ってあるんです。何も書いていないですからね。これは2つ目です。あと3つ目。3つ目はね、ちゃんと言葉は書いてあるんですよ。 書いてててあるるんだけけどこれっっ今ででも妥当かなってのあるわけですよただ、産業財産権の世界って、まあ、これはあまりないかなっていう感じはします。なぜか、改正が頻繁されてるからです。頻繁じゃない法律だったら、えー、説ってそこによって文言って分かり難いんで、説割れますってなんとなく分かりますよね。この3つがまずあるんですよ。でそして、どう考えていって、結論を書くのかっていうところが、本当はこポイントになるわけですね。じゃあ、 どう考えていっていけばよいんでしょうかうん。で、まず論点の数。で、特、実、印象含めて100もないですよ。極めて少ない。で、この一方で、センター科目の民法ってあるでしょあれって民法単体で100以上あるんですよ。すごく大変。でも、産業財産権法はこんなにないんですね。で、そして書き方。 でこれに従う必要性は全くないんですけど、だいたい三段論法で書いていくんですね。まずは所在。先ほど申し上げました。これを書いた上で、次、論証していきますで。通常は趣旨から論証するんですね。例えば、えー、っと、今から数年前かな。商標の問題でした。5年経過した場合については、純百143って出せますかっていう問題でした。所在を挙げた上で、 説を両説書いてくれませんかっていう問題だったんだよね。で、所在って明確に書きますよね。なぜこれが問題となるかっていう点です。うん。あと論証を書くんだけど、この場合って、除雪間の趣旨を書くんだよね。で、これこれこうなっています。で、商標については特にこうなるんです。従ってって結論を書くんですね。で、このパターンでも決まってるわけですよ。あるず頭の構想ってね。で、これを理解して覚えておくんです。 で、見た瞬間そうなれば、まあ、わかりますからね。パッと。で、まずこれがないと、試験問題解くときに時間がかかるわけですよ。うん。で、ね。で、もちろん、アウトプットをやってる方、2年目の方って、ちゃんとやってると思うんですよ。しかし、日頃家で勉強するやり方ってまたあるわけですよ。何をやるかと。まず、暗記できることって、定義してしまう暗記できますよね。まあ、これは絶対やってもらいたいんですよ。あと、この論点。 論点は実は訓練なんですね。訓練で自分で書いたものについて同じようにまとめることができるんだったら簡単なんですけど、なかなかこうはいかないわけですよ。全部できるかというと難しいでしょう。うん、で、これはある程度訓練、プラス講義の中で触れないとちょっと難しいのかなって思っています。でもこれさえ分かってしまうならば、準備は万端なわけですよ。あとは書き方。 まあこれはそんなにやんなくても多分書けるんでしょうね、論文って。あと、できれば、えー、っと、ここ。担当的知見ですよね。まあ、これがあれば今、試験って受かりますから、プラス、文章の読解です。いかに早く出せるかっていう訓練をずっとやるんですね。で準備としては、ここに書いてある2つ、まず上の2つはこれ絶対やるべきですよ。趣旨と定義の暗記、論点100程度理解する。 そして、担当知識をしっかりとって言ったんですね。あとは文章の読み方です。読み方ね。これ、平板とやってはダメですよ。単に、通りを受けるだけでできるわけではありませんので、独特の読み方ってやっぱりあるんです。これをマスターして、実行してみるんですね。これさえやれば多分論文って落ちることはないんですよ。間違いなく。で、時間も結構余ります。やれば。 だいた10分ぐらい余るかなという感じがするんですけど、時間がないっていう方ね、多分、この4番ができないか、3番が FF やか、1、2ってこと覚えていないんでしょうね。だから、止まってしまって書けないっていう結論になると思います。でそうならないように、事前に準備をしておきましょう。でこれをやるのが、本来は直前講座ってことになるかと思うんですけどね。講座取れなくても、趣旨定義はできますよね。 このくらい自分でやらないと多分ダメですよ。趣旨定に行って、まためたもの買ってきて、覚えちゃったらいいだけですから。問題は論点。これプラス、あと読み方と担当知識の復習ですね。これをしっかりとやるんです。でそうしないとずっと浮かんなくなっちゃうから。で、これは一番まずい。ぜひ、これを履行していって、やっていただきたいと思っております。